新聞によると、金正恩北朝鮮労働党委員長の異母兄弟、金正男の殺害の知らせに国際社会は乱高下した。2月14日早朝ニュースに接したワシントンでは衝撃という反応が出てきた。ワシントンのある外交消息筋は、ドナルド・トランプ政府が今対北政策を総点検中なのに、以降の政策樹立に大きな影響を与えるだろう、と予想した。この消息筋は、今北朝鮮に一体何が起こっているのか、実態がどの程度なのか、トランプ大統領や彼の参謀、新政府関係者が衝撃的に受け入れたものであり、北朝鮮がどのように不安なところなのか政策に勘案することになるだろう、としながら、トランプが北朝鮮を正しく見るようになり、より注視することになるきっかけになるだろう、と述べた。北京は当惑と困惑が交差する雰囲気だった。北京のある外交消息筋はこの日、中国は金正日の後継構図が明確でない場合は、金正恩の代替として金正男を考えたことがある、とし、以後金正男を特別管理しており、金正恩が後継を継承した後も、事実上金正男の安全に責任を負ってきた、と伝えた。先だって日本メディアは、金正男がマカオを勝手に出入りをすることができたのも、北京の庇護があるからだ、と報道してきた。この消息筋は、そのような金正男が暗殺されたので、中国は今回の事件を中国に対する北朝鮮の挑戦と受け取ることもできる、中朝関係に大きな悪材料として作用するだろう、と予想した。中国では金正恩の突出した行動が頻繁になり、金正恩が失脚すると金正男を擁立するという話まで出てきた。金正恩としては大きく不快なものであり、金正男の存在についてさらに負担を感じたことで、北京の外交家は推定している。金正男は自分の保護者であった叔父のチャン・ソンテクが処刑された後、中国当局に特別な保護措置を追加で要求したことでも知られている。中国人民解放軍某基地内の最高位級幹部宿泊施設では、中国当局の保護を受けているという説が出回ったりした。日本の北朝鮮専門家らは今回の金正男殺害が北朝鮮最高指導部の指示によるものと既成事実化した。対北朝鮮関係に携わってきた関係者は、金正恩が自分の口に異母兄弟である金正男を削除しろと言わなくても最高指導部の中で十分な合意の中で削除を指示しただろう、と述べた。中国がやっていたことを知る方法は一つもない。冷静に言ってむしろ私たちには悪いものではない。金正恩が死ねば金正男を利用して北朝鮮を統制しようとしていたことが中国の下心なのに、統一に大きな障害要因となることがあった状況だった。中国の計画も失敗に終わって金正恩も命綱を催促するので私たちとしては良い状況だ。中国、北朝鮮の関係が最近良くないようだ。金正恩も一度も会わなければ、北朝鮮も中国と話せば面倒になるだけ。中国は1対1でという世界的な大盤を組んでいるとき、北朝鮮という存在がどのようにトゲトゲしかったのか、韓国も中国の立場を理解してあげて、北朝鮮ミサイル、核実験全部を中国が叱るのは問題の根本的なが見つからず、解決する勇気を背負うということだ。どうにか隙が見えたら北朝鮮食べようと、北朝鮮の裏を見て狙う大陸気質。中国習近平は何も言わないよ。金正恩がああして浮かれて出ても、見てみよう、はどうするのか。中国は精神整えろ。チャンゲが精神整えるよりも地球の滅亡が早いようだ。中国に精神があれば北朝鮮を削除しようとするか、金正恩を殺せば自分たちの言葉をよりよく聞く人間を立てようとするだろう。外交は道徳でするのではないのだ。本人の兄まで殺す金正恩である。北朝鮮の住民の命は本当にハエにも劣る命だね。北朝鮮の住民たちよ、大脱出せよ。今回の金正男殺害事件は左派共産主義者と重北勢力に大きな教訓になったのだ。親戚も容赦なく殺してしまう北海は利用後使い道がなくなればすぐに黄泉の国に送ることが彼らの手法である。ベトナムの敗亡時にもベトコンに同調した勢力も裏切り者は再び裏切らないという理由で無慈悲に処刑したという事実を知っている。共産化はまさに死であるという教訓を忘れてはならない。どういうデタラメ。このようなコメントがそのまま先導であって、左寄りは北朝鮮を称賛する集団と罵倒して、このようなコメントを見る人が左寄りはそんなものだねえとするようにさせる。ムンジェインは寝て冷や汗流したね。北朝鮮領土を取り戻さなければならない。大国だと大声上げながら北朝鮮を制御することもできないと。
どうせ中国が北朝鮮を放棄することはない。今親中政権を樹立するためには、最後のテック血統であるキム・ハンソル、キム・ジョンナムの長男しかなくて、キム・ジョンウンを除去したコウ・ハンソルを擁立してこそ中国が北朝鮮をコントロールすることができる。しかし親中であったチャン・ソンテク、キム・ジョンナムをすべて削除し、キム・ジョンウンがハンソルを放っておくだろうか。核を作って何をしているの？北京に炸裂させろ。編集所感。日本政府の関係者が口封じのためにキム・ジョンナムを殺害した女性2人が殺されたと話しているそうだ。韓国では日本の北朝鮮関連の報道を非常に注目しているようだ。日本には在日で北朝鮮事情に非常に詳しい専門家たちが大勢いるということもあるだろう。中国は中朝国境付近の兵士を1000人増員したそうだ。いろいろと動きがあるようだ。脱北者などを警戒しているのかもしれない。さておき、北京外交消息筋のこの小説のような話が正しいのかどうかはわからないが、キム・ジョンナムをかくまっていた中国に北朝鮮が牙を剥いたというのであれば面白い。3月の米韓軍事合同演習に対して切れも狂って突っ込んでくればさらに面白くなるのに。長距離ミサイル開発が順調でちょっといい気になっているのだろうか。本当に最終戦争が近づいたと考えているのだろうか。北朝鮮キム・ジョンウンを狂気の政権と報じるメディアは多いが、まだ発狂しておかしくはなっていないと思う。これらは冷静な判断によって行われていると思われる。また南北戦争になったとしても、土地狂って日本や日本の米軍基地に核を撃ち込むということもないだろう。撃つならソウルが適当だ。結局韓国も騒ぐが、これによって何かアクションを起こすわけではない。対話のチャンスだとか6カ国協議にとか微塵も出てこない。ほんと、韓国メディアもそうだけど、政界も財界もひたすら騒ぐだけである。中国もどれだけ頭にきても北朝鮮を滅ぼすことはできない。大変重要な緩衝地帯であるからだ。それはロシアにとっても同じである。チャンネルの登録をお願いいたします。パソコンの方は画面中央のボタンをクリック。スマートフォンの方は画面外のリンクから登録が可能です。また。